私が中学生だった頃の話です。ある夏の日、学校で友達の A に、肝試しに行かないか、と誘われました。私は特に断る理由もなく、面白そうだったので行ってみることにしました。放課後、部活も終え、家に帰って私服に着替えた後、私はその目的地に行きました。その場所は、町外れにある墓地のそばの森林でした。なかなか嫌な場所だな。そう思っていましたが、後で思うと、この時の私はなんて軽率だったのかと感じます。墓地には A と、彼に誘われた B と C がすでに来ていました。私はそのメンバーを見て、来なきゃよかった、と思いました。私は A と C とは付き合いも長く、日頃から慣れ親しんでいるので問題はなかったのですが、B は違いました。過去に一度、私は B にとても嫌な思いをさせられたことがあるのです。それ以来、私は B を避けていました。A と C は、当然私が B を嫌って避けていることは知っていた。なぜ B を誘ったのかをこっそり A に聞くと、本人がどうしても行きたいとしつこかったから仕方なく誘った、とのことでした。来てしまったものに今更文句を言ってもどうしようもないので、私は前向きに考えることにしました。私たちは墓地を歩き、目的地である森林に着きました。辺りはもう真っ暗です。それぞれ用意してきた懐中電灯をつけ、A を先頭に私たちは森林の中を歩き始めました。虫の鳴き声が四方八方から絶え間なく聞こえていました。このくらい深い森で、しかも夏だからなおさらのことです。時折腕に止まる蚊を払い、ザ、ザ、と草を踏みつける音と、虫の音を聞きながら私たちは無言で歩いていた。なんか気味が悪い。早く帰りたい。そう思っていた時、隣で歩いていた B が、突然足を止めて A の方を見ました。どうした ?A が聞くと、B は頭を少し振って、なんでもない。とだけ言った。なんだよ、驚かせやがって。A はそう言って再び歩き出しましたが、その時 B が、ものすごい形相で A を睨んでいたのを私は見逃さなかった。A は B と話をしながら先頭を進み、私は C と話をしながら歩いていました。それからしばらく歩き、だいぶ森の奥までやってきたかと思った頃です。C が私に小声で言いました。B のやつ、おかしくねえ?私は聞き返した。おかしいって、何が?あいつ、さっきからずっと口をパクパクしてんぞ。彼を見ると、B は確かに口を動かしている。が、何か声を出して喋っているわけではなく、いわゆる口パクみたいなことをしていた。なんでそれを今、こんな森の中でやっているのかはわからないが。やっぱりあいつ、異常だ。私が言うと、C は辺りを見回して。あれ、A は?と言った。言われてみると A がいない。さっきまで B と先頭を歩いていたはずなのに。きっと先に行ってしまったんだろうと思い、私たちは歩くペースを早めた。すると、B がなかなかついてこない。歩いてはいるのだが、全然私たちのペースに合っていなかった。私たちは気にせず、そのまま歩き続けた。もう一度後ろを振り返ると、B は見えなくなっていた。いい加減 A に追いついてもおかしくないくらいのペースで歩いているのに、A の姿は見当たらない。まさか、迷ったのか?背筋に嫌な汗が流れる。ずっとまっすぐに歩いていたつもりだが、周りの暗さもあり、もしかすると出口とは全然違う方向に進んでいたのかもしれない。後で知ったことですが、この森はかなり広く、下手に迷うと、そのまま遭難してしまう可能性も十分にあるほどだったそうです。私は先ほど、B が A と何やら話をしていたのを思い出した。B は A がどこに行ったのか知っているのではないかと思い、B のところに引き返すことにした。しかし、戻ってみると今度は B が見つからない。いよいよ私たちは怖くなってきた。たった少しの間に、二人も消えてしまった。もしかすると、A と B はこっそり計画して、どこかに隠れて、二人で私たちを脅かそうとしているのかも。でなければ、先に帰ってしまった可能性だってある。できるだけプラス思考に考えて、最悪の事態を想像しないようにしていた。仕方なく、私と C は森の出口を目指して歩くことにした。その間も周りを懐中電灯で照らし、A と B を探しながら歩いていたが、結局二人とも見つかることなく、私と C は森から出てしまった。
やっと薄気味悪い森を出て、私は内心ほっとしていたが、夜の暗闇の中でそびえ立つ不気味な森を見て、この中にまだ、A と B がいるのかと思うと恐ろしくなった。私は C と相談し、このまま森に探しに行っても視界も悪く、また迷ってしまうかもしれないし、必ずしも二人が森の中にいるとは限らないと思い、それぞれ家に帰ることにした。家に帰ってしばらく経った後、私は A の家に電話をしてみました。すると、A の親が出て、A はまだ帰ってきていないと言った。B の家に電話するのはためらわれたので、C に頼んで電話してもらった。やはり、B も家に戻ってはいないそうだ。大変なことになったと、私はこの時点でようやく認識しました。警察に連絡し、墓地の近くの森林で肝試しをして、友人と森の中ではぐれて見失ってしまったことを説明し、森や墓地の付近を捜索してもらうことになりました。しかし、警察の必死の捜索にもかかわらず、A と B は見つかりませんでした。それから2ヶ月ほど経った頃、例の森で A の死体が見つかりました。発見したのは地元の人で、死体の状態はかなりひどかったらしい。警察によると、最低でも4、5、6週間は経過していて、だいぶ腐敗が進んでいたが目立った外傷はなく、解剖した結果では何の異常も見つからなかったとのことだった。結局、A の死因は遭難による事故死とされました。しかし、B の方はそれからも見つかることはなく、私は、月日が経過するにつれ事件のことを忘れていきました。あれから5年が経ち、大学生になったある日、私は地元の本屋で偶然 C と再会しました。懐かしさのあまり、しばらく互いの近況などを話し合ったりしましたが、話に一段落がついた時、彼は少し深刻な表情をして黙り込みました。そして彼の口から信じられない話を聞きました。なんと、行方不明になっていた B が、去年見つかったというのです。それも、あの忌まわしい出来事があった森林の近くにある墓地で。さらに驚くことに、彼は今、県内のとある精神病院に入れられているとのことでした。私は B を一目見てみたいと思いましたが、C から話の続きを聞いて、その気は完全に失せました。B を発見したのは、あの墓地へお参りにやってきた人たちだったそうですが、なんと B はそこで墓荒らしをしていたというのです。スコップを手に持って、一心不乱に土を掘り、A の名前を大声で何度も叫び続けていたそうです。掘り荒らされた墓は20以上にも及び、中には叩き壊された墓石もあり、元の状態に戻すのは困難を極めたとのことでした。しかし、そんなことが本当にあるのだろうか。何年もの間、行方不明になり、誰にも知られず、突然現れた場所があの墓地だなんて。B は、墓荒らしをする前までは、一体どこで何をしていたのだろうか？そもそも、なぜ墓荒らしなんてことを？あれこれ考えていたが、C は私にゆっくりと語り始めた。俺な、去年一度 B に会いに行ったんだ。精神病院にな。警察はあの事件以来 B のことを疑っていたし、俺だってもしかするとあいつが A をやったのかもしれないって思った。それで B の親友ということで特別に会わせてもらったんだ。そして B に聞いた。お前が A を殺したのか？今まで捕まるのが怖くてどこかに隠れていたのか？ってな。B は言った。逆だ。A が俺を殺そうとしたんだ。あの時森を出ていなかったら、お前らも俺もみんな A に殺されていたんだよ。と。まともに話したのはこれだけ。あとは全部悲鳴とか、わめき声ばかりだった。私はただうつむくしかなかった。そしてその後、B は精神病院を出てから、例の森で自殺をしました。私はこれを聞いた時は驚愕しましたが、もうこれ以上は関わるまいと心に誓いました。後悔は十分にしました。軽い気持ちで森に入ってしまったこと、A や B を見失ってしまったこと、その結果、私たちだけが助かってしまったこと。A は森へ残された恨みで、私たちを殺そうとしていたのか。すべては B の狂気によるものなのか。あるいは、別の何かの仕業だったのか。私は今でも、わからないままでいる。